せっかく王都で大きな作戦があるのに、こんなところでじいさんの見張りなんてな。ぼやくなぼやくな。王国のため、そして理想のため、大佐の手足となって働くこと、それが情報部の隠密隊員特務兵の使命なんだからな。てめえらそんな大層な肩書きだったのかよ。何？バカな！アガットクロスが！押せ！見やがれ。散々コケにしてくれた借りは返してやったからな。個人的な恨みが入りまくってるわね。ここからは時間との勝負だ。一刻も早く博士を連れて脱出しよう。はい。また来よったか。いい加減にせい。何もいらんと言うたじゃろ。おじいちゃん。聞いた。はて、わしは夢でも見ておるのか。おじいちゃん。よかった。無事でいてくれて。こりゃどうやら夢じゃないようじゃな。それにお前さんたちは。やっほー博士、割と元気そうじゃない。マードック工房長の依頼で博士の救出に来ました。なんとここに潜入したのか。さすがカシウスの子供たち、常識外れなことをするの。よう、じいさん。悪いが、とっとと脱出の準備をしてくれや。あんまり時間がないんだね。なんじゃ、お前さんは。柄の悪そうな若造じゃの。鶏みたいな頭をしよって。鶏？なんだと、このじじい！ってばうまいこと言うわね。おじいちゃん、失礼なこと言っちゃダメだよ。この人はアガットさん、ギルドの遊撃士さんで、お姉ちゃんたちの先輩なの。ほう、お前さんも遊撃士じゃったか。そういや前にカシウスから聞いたことがあるの。いつも拗ねてばかりいる不良上がりの若手がおると。あのひおやじ。まあまあアガットさん、博士も詳しい話は後にして、急いで脱出の準備をしてください。何か持っていくものはありますか。そうか、ならば
カペルの注水ユニットを運んで行ってくれんか。下手に置いていったらまた連中に悪用されそうじゃ。わかりました。わしはそいつを使って黒の動力機の制御方法を研究させられていたんじゃ。構造そのものは解析できなかったが、データと制御方法は弾き出してしまった。これで連中はいつでも好きな時に例の現象を起こすことができるじゃろう。そっか。すまん、エステル、ヨシュア。せっかくお前さんたちが届けてくれた品物じゃったのに。どうか気にしないでください。ティータの身の安全を盾にされたら従うしかないのは当然でしょう。むしろ私たちの方が博士たちを巻き込んじゃったみたい。ああ、うだうだ言ってる暇はねえ。準備もできたし脱出するぞ。じいさんはぎっくり腰にならない程度に急ぎやがれ。言おったな。まだまだ若いもんに負けんところを見せてくれるわ。もう二人とも。このまま逃がすものか。あ、これってバレたようじゃの。どうやら侵入者が現れたようだ。犬どもを避けて捜索を開始する。第1、第2、第3、第4小隊は飛行船発着場および鳩場を封鎖。第5、第6、第7小隊はそれぞれ弊社、監視棟、研究棟を捜索。第8小隊は私と共に司令部へ。以上、行け。イエス、サー。まず兵士たちが来るわ。発着場と鳩場を抑えられたみたいだね。あの少佐なかなか鋭いな。ふん、さすがは本拠地を守る守備隊長か。どうしよう。どこから逃げればいいのかな。こうなった以上鳩場から逃げるのは難しそうだな。兵士とも交わしながらなんとか脱出ルートを探そう。でも侵入者があったらしいな。何？侵入者だと？おっしゃいられねえ。この隙になんとか脱出して。兄貴勘弁してくれよ。そんな簡単に脱獄できるわけ。他
ここはどうやら地下牢みたいだね。へえ、ハーケンモンの地下牢と比べると規模が大きいわね。あれ、あ、え、ああ、お前たちは、あの時のガキどもか。なんというか、お久しぶりですね。そっか、あんたたちここに捕まっていたんだ。その元気してる？こら、哀れみの目で僕を見るな。棒振り回すことしか能がない能天行なのくせに。ごめん、何言われても平気かも。それで気が済むんなら好きなだけ罵っていいわよ。むか、何を言うかましてんだよ。おいおい、この連中、お前たちの知り合いかよ。カプア空賊団、定期船を奪った犯人です。ほう、噂の連中か。かなり高性能な飛行艇を使っていたそうじゃの。帝国製と聞いていたが、どのくらいのスペックかね。ああ、最高時速は2300セルジュで。どうしてそんなことを答えなくちゃならないんだ。なんじゃ、ケチじゃの。おじいちゃん、そんなこと聞いてる場合じゃないと思うんだけど。ちょっと待ちやがれ。そもそも遊撃士がなんでこんなところにいやがる。もしかしてさっきから鳴ってるこのサイレンは。さてと、邪魔したな。ああ、ごまかした。侵入者ってのはお前らかよ。こら、俺たちもついでに解放しやがれ。はあ、びっくりしちゃった。そういえばあいつらって黒装束の連中と関係あったよね。なのにリシャール大佐に逮捕されたっていうことは、大佐の手柄になるように利用されたのかもしれないね。ひょっとしたらルーアンのダルモア市長も。けだからといって同情する必要はねえだろうが。余計な時間を食っちまったら他の脱出ルートを見つけるぞ。おい、力は行き止まりだ。あの連中に騒がれるのも面倒だし。おい、あの連の方は一通り調べ終えたぞ。監視塔も異常なしだ。となると残るはこの司令部だけのようだ。少佐に報告するついでにしらみつぶしに探すとすると、まずこっちに来るみたい。くそ、このままじゃ袋小路だぜ。来い、こっちだ。今なんか聞こえた？こっち来てって言ってたような。時間がない、捕まりたくないんだろう。空耳ではなさそうじゃの。こうなりゃ仕方ねえ、ダメ元で言ってみるぞ。
さあ、そのまま廊下の奥まで来るんだ。ヨシア、この声って…あ、聞き覚えのある声だね。さあ、入りたまえ。おいおい、その辺は…ふん、何のつもりか知らんが、行くしかなさそうじゃな。間一髪だったな。やっぱり。さあ、念のため鍵を。わかりました。ふん、何のつもりじゃ。レイストン要塞の守備隊長ビシャール大佐にわしの監禁を命じられていたのではないのか。その説は失礼しました。すでに王国軍は大佐の率いる情報部によって掌握されています。主だった召喚は懐柔されるか、さもなくば自由を奪われる始末。モルガン将軍もハーケン門に監禁されている状態なのです。え、あの頑固じいさんが。大変なことになっていますね。おいおい、一体どうしてそんなことになっちまったんだ。王国軍ってのはそこまで脆い組織なのかよ。残念ながら帝国との戦いが終わってから軍の規律は少しずつ乱れていった。特に召喚クラスの者たちの間で横領、着服、収賄が絶えなかった。そこをリシャール大佐につけ込まれてしまったのだ。なるほどの。持ち前の情報力を駆使して弱みを握ったというわけか。その通りです。モルガン将軍が監禁された今、リシャール大佐は王国軍の実質的なトップとなりました。とんでもないわね。アイシア女王はどうだ。王国軍の指揮権は最終的に女王に帰属するんじゃねえのか。不可解なことだが、女王陛下は沈黙を保ったままだ。陛下の直属である王室親衛隊も反逆罪の疑いで追われている。反逆罪。あのユリア中尉たちが。中央工房の襲撃事件を親衛隊の仕業に偽装したらしい。ご丁寧にも証拠写真まで用意したようだ。ドロシーさんの写真か。そんなのおかしいです。中央工房めちゃくちゃにしておじいちゃんをさらってアガットさんを撃って死にそうな目に遭わせたのに、それを人のせいにするなんて。ああ、返す言葉もない。上官の命令は絶対だが、黙認した私にも責任がある。だからせめてもの罪滅ぼしをさせてほしかった。難儀な人だな、あんた。そういうことであれば無礼の数々は水に流してやろう。その石頭をスパナで叩くくらいで勘弁してやるわい。恐縮です。あ、おじいちゃんってば。冗談じゃ。話は分かったけど、これからどうするつもりなの。ほとぼりが冷めるまで私たちをかくまってくれるの。いや、それよりもはるかに安全な方法がある。君たちにはこの部屋から要塞を脱出してもらいたい。この部屋って。なるほど、脱出口があるんですね。なかなか鋭いな。さすが軍の司令室、なかなか凝ってるじゃねえか。この緊急退避口を使えば要塞の裏にある水路に出られる。
ボートが用意されているから、それを使って脱出できるはずだ。本来なら部外者に明かしたら禁錮10年は確実なのだが、まあ軍旗は許してくれなくとも、エイドスは許してくれるだろうよ。少佐さん、遠慮なく使わせてもらうぜ。最初に俺が降りる、次にじいさんとティータが来い。 S、よっしゃ、シンガリアはお前らに任せたぞ。分かったわ。了解です。少佐、さらばじゃ。残りは私たちだけね。少佐、いろいろとありがとう。お世話になりました。いや、礼はよしてくれ。実のところ君たちと最初に会った時にこうなることは予想していた。最初に会った時？ゲート前でお会いした時ですね。ああ、名字を聞いた時にね。君たちはカシウス大佐のお子さんたちなのだろう。カシウス大佐って、父さんってそんな偉い階級だったの？私もあのリシャール大佐も彼直属の部下だったのだよ。10年前の侵略戦争で帝国軍を撃退した影の英雄。その子供たちならば必ずや真実を突き止めて博士を助けに来ると思ってね。そうだったんだ。でも父さんが帝国軍を撃退した英雄って。少佐、よろしいですか。どうやら侵入者が地下牢に来ていた模様です。まだ司令部に潜伏している可能性が高そうですが、いかがしますか？やば。わかった。すぐ行くからその場で待機。さあ、早く行きたまえ。うん。それでは失礼します。どうやら秘密の水路に出たみたいだね。さあ、早く追いつこう。おっと、来たようじゃの。お姉ちゃんたち、こっちだよ。おせぞ、何グズグズしてた。ごめんごめん、ちょっと父さんの話が出てさ。お待たせしました。発進してください。よし、しっかり捕まってるんじゃぞ。なんとか脱出できたわね。まだこっちの方まではパトロールに来てないみたい。シード少佐が引き止めているのかもね。でもグズグズしていたら追跡部隊が編成されると思う。どこか安全な場所に博士たちを逃がさないと。うん。お姉ちゃん、お兄ちゃん。あ、心配することないからね。ティータと博士のことは絶対に守ってあげるんだから。いや、お前らはここで手を引け。え？どういうことですか？今回の一件で俺は完全に情報部の連中にマークされた。そしてじいさんとティータも同じように追われ続けるはずだ。逃げるついでに
二人まとめて安全な場所まで逃がしてやるよ。アガットさん。なるほど、そうきたか。そうじゃな、わしらに巻き込まれる人間は少なければ少ない方がいい。本当ならティータも巻き込みたくはなかったが、人質に取られることを考えると一緒に逃げた方がいいじゃろう。おじいちゃん、ちょっと待ってよ。私たちだけ安全だなんて、そんなの絶対に納得いかない。ヨシアもそう思うでしょ。いや、ここはアガットさんが正しい。え？逃亡潜伏のセオリーだと、一緒に行動する人間が多くなると、それだけ逃げ隠れがしにくくなる。その意味ではアガットさんだけで博士たちを逃がした方がいいんだ。君の気持ちはわかるけど、ここはアガットさんに従おう。そんな。さすがだな、ヨシア。よくわかってるじゃないか。エステル、ここは素直に引いてもらうぜ。でも、理屈ではわかるんだけど。エステルお姉ちゃん。あくまで納得できない顔をしとるの。ならば、わしの代わりにある仕事を引き受けてくれんか。え？まずオートに向かってほしい。そしてグランセル城にいるアリシア陛下と面会してくれんか。女王様に面会？どういうことでしょうか。例の黒の動力機じゃが、あれはもともとリシャール大佐がどこからか入手したものらしい。彼は黒の動力機のことをゴスペルと呼んでおったよ。ゴスペルですか。け、ご大層な名前じゃねえか。どうやらゴスペルは何者かによって情報部から持ち出されたらしい。おそらくその持ち出した人間が小包でカシウス宛てに送ったのじゃろう。じゃが、あの動力停止事件によって所在が情報部に知られてしまった。あの黒装束、特務兵どもが中央工房を襲撃した真の理由は、わしでも演算オーブメントでもない。あれを回収するためだったのじゃ。そうだったんだ。なるほど、それでいろいろ納得できました。リシャール大佐はあれを使ってオートで何かをしようとしておる。わしの勘が正しければ非常にまずいことが起きるはずじゃ。そのことを陛下に伝えてほしくてな。非常にまずいこと、あの動力停止現象ってやつ。いや、おそらくそれを利用した。すまん、これ以上はわしの口から言うわけにはいかん。とにかくあのゴスペルについて陛下に直接伝えてほしいのじゃ。逃亡するわしの代理としてな。まったくもう、そんな風に言われたら断るに断れないじゃない。僕たちでよければ引き受けさせてもらいます。すまんな、よろしく頼んだぞ。あのエステルお姉ちゃん、ヨシアお兄ちゃん、ティータ、しばらくのお別れだね。ごめんね、ついててあげられなくて。そんな謝ることなんてないよ。私、お姉ちゃんたちに助けられてばっかりいて、すごく仲良くしてくれて
妹みたいに扱ってくれて。私も大好きよ。君と一緒にいられて僕たちも嬉しかった。こちらこそありがとう。名残惜しいだろうが、そのくらいにしておきな。涙なんざまた会えた時に取っておきゃいいだろう。もうデリカシーがないんだから。でも、あんたともしばらくお別れね。いろいろあったけど、一緒に仕事して、すっごくいい経験になったわ。ありがとね、アガット先輩。気色悪い呼び方すんじゃねえ。照れてやんの。ったく、さすがはおっさんの娘だぜ。よっしゃ、その跳ねっ返りが暴走しないように気をつけとけよ。武術だけは一人前だが、それ以外はどうも不安だからな。ふんだ、余計なお世話。ええ、任せてください。アガットさんも気をつけて。博士とティータのことどうかよろしくお願いします。ああ、任せておきな。それじゃあ、俺たちは先に行くぜ。さらばじゃ、カシウスの子供たちよ。元気でね、お姉ちゃん。お兄ちゃん。うん、ティータたちも。女神の加護を、くれぐれも気をつけて。